宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、制限行為能力者が詐術を行って相手方と契約した場合どうなるのか、これについて解説いたします。詐術っていうのは積極的に相手方を騙すことを言います。これちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、制限行為能力者がいて、相手方と取り消しできる契約を締結しました。これどういうことかというと、例えば未成年者であれば不動産の売買契約、これ単独で行ったら、これ後で取り消しができますよね。そういった行為です。そういった行為をここで行った。で、その時に、この未成年者が相手方を騙したと。積極的に騙して契約をしちゃったよと。そういった場合の話です。そういった場合どうなるかというと、取り消しすることができなくなっちゃうんですね。未成年者が不動産の売買契約を行った場合っていうのは、後で取り消しができるのが原則なんですけども、もしその契約の時に相手方を騙すような詐術を使って契約をしたといった場合、その場合は、まあ、後で取り消しすることができなくなりますよ。っていうことですね。まあ、つまり自分自身はもう未成年者じゃないよと、もう成年者なんだということを信じさせるために詐術を使ったといった場合は、もう取り消しができなくなっちゃうよという内容です。例えば相手方がこの未成年者に対して、いや、あなた本当に成年者と聞いて、あ、そうです、私成年者ですよと、もう18歳超えてますよと、その旨嘘がないっていうことを例えば署名とかしたとか、まあそういった場合ですね。まあそういった場合が詐術に当たります。で、詐術をして契約をしちゃったといった場合、後で取り消しができなくなるっていう話しましたよね。これは言い換えるとどういうことかっていうと、もう契約の有効が確定するということなんですね。後で取り消しすることができないということは、契約の有効が確定するということになります。で、じゃあ、制限行為能力者であることを黙秘しただけ、つまりそれを言わなかった。今先ほどお伝えした事例っていうのは、まあ未成年者と仮定したんですけども、まあ未成年者が、いや、私未成年者じゃないですよって言った場合ですよね。積極的にもう相手方騙しちゃってるわけですよ。じゃあ、自分自身が制限行為能力者であることを言わなかっただけ、黙秘しただけだったらどうなるのかっていうと、それだけは詐術には当たらないんですね。つまりこれ積極的に相手方を騙したとは言えないということになります。これ判例の内容なんですけども、頭に入れておきましょう。ただし、黙秘したことが他の言動と相まって相手方を誤信させたり、または誤信を強めた、こういった場合は詐術に当たるんですね。つまり黙秘しただけっていうのであれば、これ詐術に当たらないんですけども、黙秘プラス何か他の言動があって、その黙秘と他の言動、これをプラスすると、両方を考えると、これは相手方を誤信させたよねと認められる、または相手方の誤信を強めたと認められる場合は、これは詐術に当たりますよっていう話なんですね。なんでこれはもうそのまま頭に入れていただいた方がいいと思います。黙秘プラス何か他の言動があって、その他の言動も踏まえて考えたら、これは相手方勘違いしちゃうよね、また勘違いを強めるでしょう、まあ、そう認められるって言った場合は、これは詐術に当たるよと、まあ、いうことです。なんでこの2つですね、しっかり整理して頭に入れていただければと思います。黙秘しただけであれば詐術に当たらない、つまり後で取り消しができる。ただ黙秘プラス他の言動があって、その2つを考えると、これは相手方騙されちゃうよね、まあ、そういった場合っていうのは詐術に当たるから、これはもう後で取り消しすることができないよと、まあ、いうような話です。この点しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。